アーツはアナログリアルタイムシンセサイザーの略であり、KDE の下でアナログシンセサイザーをシミュレートするアプリケーションである。アーツの重要な構成要素はサウンドサーバーであり、リアルタイムで複数のサウンドストリームを混ぜるものである。アーツ度と呼ばれるサウンドサーバーは KDE の標準的なサウンドサーバーとしても利用されている。このサウンドサーバーは KDE に依存せず、 他のプロジェクトで使うことができる。アーツは別のリアルタイムサウンドサーバーであるジャックオーディオコネクションキットに直接競合しエンライテンドサウンドデーモンに間接的に競合する。今はアーツ度の代わりにアルザのソフトウェアミキサーを使うことが一般的である。アーツプラットフォームにはアーツビルダーも含まれ、これは使いやすいグラフィカルユーザーインターフェースを通して ミキサー、シーケンサー、シンセサイザーなどのオーディオスキーマに対するカスタムのレイアウトや設定を構築するためのアプリケーションである。アーツはフリーソフトウェアであり GNU ゼネラルパブリックライセンスの下で配布されている。2004年12月2日にアーツの制作者や主な開発者ステファン・ウェスターフェルドはアーツに関する多くの基本的な開発上の 問題や技術問題のためにプロジェクトを離れると公表した。KDE4 で開発者はアーツをフォノンとして知られている新しいマルチメディア API で置き換えることを計画している。フォノンでは単一のマルチメディアフレームワークに依存することを避けるため、ザインのような他のシステムの上に共通したインターフェースを提供することになる。ありがとうございます。